うっすうす、のどいて。いや、知らないね。寝てない。風呂入ってる。いや、台本じゃないね、ほんと。もう1秒たりともあいつと言いたくないんだよ、ほんと。ほんとに。何？もう知らないよ、その録画見てないからさ、嫌なんだけどさ。うん、いやもう別れるよ、別れるよ。いや大好きじゃないっつうの、ほんと。約束を破れないんだよ、ほんと。もうお願いだからね、これ気をつけてって言ってもさ、いや殴るとかじゃないから、信用できないんだって。だから録画見たらって分かる人、何どうしたらいいの。いや、もうタクマンとか行ってほしい。タクマンの方いいよ。タクマン行ってほしいわ。もういらねえわ。まず何号、何号がちゃんと説明してくれんの。何号が説明してくれんの。俺説明できますって人、番号教えて。見たろがタクマ好きって誘ってた、うん、いやあいつ誰にでも好きって言うから。山田のことも好きって言っただろ。コメント早すぎて見えねえわ。とりあえず俺一人になりてえんだよ。誰かいないかな。うん、デパスだけだよ、デパスだけ。デパスと酒な。いやもうほんと別れてるようなもんだろ、どう見ても。もう愛とかないよ、もうほんとに。消えてほしいわ。ただ心配だから、心配だからちゃんと出荷先とかいろいろ面倒見てあげてるけど、もうほんとやだわ。タクマが迎えに来るなら今タクマに渡すよ、準備して、うん、本当に嫌いでしかないよ。嫌いな行動ばっかりされるね。ああいいよ、タクマと渡すよ。早くタクマ来いよ、下に。いや、やだろう。で今日、昨日ドライブでずっと疲れててきてさ、ね、朝までずっと運転してきてさ、10時間ぐらい運転してさ、もう眠くてさ、ね、俺はもう寝たい寝たいっつってんのにさ、一人でさ外行ってさ、男と遊んでさ帰ってくんだろ、何も知らなくて。でしたらさ、山田まで家にいるわけだよ。意味わかんねえから。完璧、関係ねえわ、ほんと。早く別れてえわ。どっか消えてほしいわ。山、なんだか、うん、ああ行けよ早く。声出すなよ、今配信してんだから。そこまで邪魔すんじゃねえよ。いや、とりあえずあのタクマを迎えに来てくれたら、タクマ迎えに来させてよ、うん。じゃあとりあえずよろしくね。頼むよ、ほんと。